はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、暴落、急落で、やってはいけないベスト6っていうことで、今ね、だいぶ落ち着いてきましたけども、暴落、急落、まだいつ起こるかわからないですし、だいたい僕ね、相場歴23年間ね、やっていますけども、3年に一度ね、暴落、急落は、ほぼほぼ必ず来ると言って過言ではないでしょう。なので、今回ね、まだ押すとは思いますけども、ある程度落ち着いたとしても、まだ2年後、3年後ね、大きな、20%、30% 近くの暴落、急落っていうのはやってくる可能性があります。今回なんかね、20% いってないんじゃないかなと。S&P500 ね。なので、そんなに大きなね、今のところですよ。まだ大きな波の凹みじゃないんじゃないかなと思いますので、まだまだ怖い急落、暴落っていうのはいっぱいありますので、その時にね、暴落、急落相場でのやってはいけないベスト6ですね。話していきたいと思っております。よろしくお願いします。ということで、まずは、今日も株忍者としての僕のね、巻物からね、ご紹介していきたいんですけども、まずは、ニンニン1っていうことで、狼狽売りですね。狼狽売りをやっぱりしちゃダメですね。こういった急落、暴落の時に。やっぱり判断は早い方がいいと思いますよ。もちろんそれはね、信用している人もそうですし、フルレバでね、やってる人っていうのは、急激に自分の資金が失っていくと思いますので、特にね、レバレッジ3倍近くやってる人っていうのは、もう毎日っていうかもう1時間単位で焦ると思います。僕もね、2度お一生食らったことがあるからわかるんですけども、そういう時にね、慌てて狼狽売りをしてしまって、後から後悔するということが非常に起こりやすいです。なので、やっぱり、精神的に追い詰められると、冷静な判断できないですよね。前頭野ってところが、理性的なね、頭のね、こういったところにあるんですけど、出っ張りに、おでこのちょうど、後ろぐらいですね、理性的な判断を司っているんですけども、この部分がね、やっぱりその精神的ストレスを抱えてしまうと麻痺してしまうということが起こりやすいです。そういった場合に、どこが判断するのかっていうと本能になってしまいますよね。恐怖のままに、ストレスのままに判断してしまうということになると、やっぱり相場では勝ち残りやすくないですし、勝ちにくいですよね。なので、こういう時はもうあらかじめ本当に急落暴落が起こった時は何を売ろうかとかどういう対処をしようかってことをあらかじめ決めておいた方がいいんじゃないかなと思います。そして何よりですよ。何より一番は狼狽売りをせざるを得なくなるような精神的負荷をかけにくいような状況に自分を置いておくってことになります。つまり余裕資金をプールしておくとか、現金保有率を高めておくとか、信用レバレッジでね、3倍以上、少なくとも3倍近くまでかけないとかね、そういうふうに自分を工夫して、リスクコントロールをしておいて、狼狽売りを防ぐというのが大事になってくるんじゃないかなと思います。狼狽売りをしてね、いいことなんかやっぱないですので、少なくともね、そこはさらなる冷静な判断が求められる瞬間になりますので、自分なりにそういった工夫をしておくっていうことは非常に大事になると思いますね。それから、2つ目ですよね。ニンニン2つ目っていうことで、心得ですね。やってはいけないベスト6の中長期保有銘柄の、盲目的ロスカットということになります。これどういうことかというと、短期売買と中長期売買ってやっぱ違いますよね。僕も分けていますし、僕なんかはもう口座分けちゃってますよね。楽天証券は短期目的ですけども、トレジャーネットは短中期、それ以外の SBI とかね、ライブスターとかは中長期みたいなことで分けています。だからこういった、大きな暴落の時も、もう見ない口座は見ないですよね。見ても別に中長期だから、意味がないのでね。もちろん、楽天さんとか、株単さんとかね。あと楽天証券とか見てれば、少なくとも今、その相場の動きがわかるので、自分の中長期の銘柄もどういう動きをするかっていうのはある程度予測はつきます。それに、仮になんか倒産とかね、合併、吸収とか M&A の情報ができたら、それはわかりますのでね。そういう時はもちろん見ますけども、ただそれ以外の、こういった急落、暴落で中長期保有銘柄で、買った銘柄っていうのをわざわざ見てね、慌ててもしょうがないのでね。だって中長期なので、例えばですよ、冒頭で話した年に2、3回にこういった急落、暴落が訪れるということが仮に本当なんであれば、仮に6年保有しようと思ったらですよ、あと2回来ることになりますよね。そのためにシナリオを変えていたら、それは中長期保有銘柄でも何でもないですし、よく皆さんもね、ニトリを20年間持っていたらとか、ソニーを50年間持っていたらそれだけで送り人になれるみたいなね、そういった話聞くと思うんですよ。レバナスもそうですけど、レバナスもこの時点からさらに30年間持っていたら送り人になれるとか、この時点からさらに20年間持ち続けたら送り人になれるというのと、ソニーを一番王族から20年間持ち続けたら送り人になれるって言ってることはニアリーイコールなのでね。じゃあソニーをね、そういった今のそのポジションまで来るまでに任天堂でもいいんですけども、どれぐらいの急落暴落があったかというと、それは無数ですよ。まさに天かける銀河のね、そういった天の川にあるような星の数ほど急落暴落があったと言っても過言ではないんじゃないかなと思います。それに耐えようと思ったら自分なりに工夫をしないといけないですよね。なので僕の場合はまあ口座を見ないっていう一つのやり方をしてるんですが、まあ皆さんがね、それを真似していいことがあればいいですけど、まあ、それで悪いことが起こってしまったら、それはそれで良くないので、やっぱりね、僕の場合はもうその耐えられるってことは分かってるので、それは現金保有率的にも、自分のメンタル的にもね、だったらまあ見ない方がめんどくさいからいいなってことで見てないだけで、まあ、皆さんはね、見ることも仕事だと思った方がいい場合もありますよね。それで自分のメンタルをちゃんと体制を作っていくってことも、まあ、やっぱりそのプロセスの中では非常に大事になりますので、まあそういうことを目的にしてね、見ることも非常に大事なんじゃないかなと思います。皆さんなんかは、そういったプロセスの中でね、まあ自分の銘柄の、メンタルがどう動くのかっていうのを客観的に、分析するためにもあえて見るっていうのは、別にそれは間違ってないと思いますよ。下がっていく中で自分の心がどのような形で、窮屈感を感じるのかとか、ストレスがね、どれだけ大きくなっていくのかっていうのを、冷静に分析をすると。そうなるとね、次のまた相場、急落、暴落が起こった時に、感じることができますので、戦っていくことがしやすくなりますよね。そういう形で、あえて、見てみるっていうのは非常に大事になります。僕はそれを乗り越えてきて、もう見ても見なくても変わらないですし、だったら時間がもったいないのでね、他にもやらないといけないことたくさんありますので、だったら、どうせ見ても変わらないですよね。ほとんど、その選択が変わらないと。で、自分のそのね、コントロール外じゃないですか。急落暴落っていうのは。だから見ないと。時間がもったいないからってことになりますよね。で、3つ目ですね。3つ目になりますが、次はね、下手な難品をしないということですね。難品っていうのはね、この下がったところを安くなったということで飛びつき買いをすると。で、さらに下がって飛びつき買いをすると。これを無限に繰り返していくことを難品と言います。こうなってくると、資金がいくらあっても足りないですし、下手な難品はね、資産を溶かすと言われますけども、どこまで下がるか分かんないからね、そういった意味では、全部塩漬けになってしまうということが起こりますよね。なので、難品を無計画にやるっていうのは、最大の悪手になります。で、そういった場合は、初めから資金を分けておいた方がいいですよね。例えば100万円あるんだったら、初めは50万円を買っておいて、もし仮に急落暴落がこの半年以内にあったら、残りの50万円は、ね、その時に買おうと。これは難品ではない。これ分割買いって言うんですよ。分割買いと難品は違いますので、もう過去の動画でね、散々説明しているので、ここでは言わないですけども、そういった意味ではね、難品っていうのは無計画な、追撃買いを言います。こういうのはね、やっても、あまりその効果薄いですし、本当にね、資産を溶かしてしまう。もしくは、ほとんどのね、自分の、資金を塩漬けにしてしまうということも起こりやすいので、で、そういう人はね、なかなかやっぱりロスカットもできないと思いますので、だったら分割をしとくと。もう自分の資金をね、あらかじめ戦略的に。なので僕はね、現金法律を高めてますが、わかりやすく言うと、まだまだ買いたい銘柄もたくさんあるしね、追撃で、買っていきたい、保有株もたくさんありますが、買わないですよね。これは分割買いの、その資金を分割をするってことに近い考え方ですよね。そうなんですけども、そういうふうにやるといいんじゃないかなと思いますね。あとは4つ目ですね。つい感情的になるとイライラするとかね。もうそういうのは一番良くないですね。感情的になってしまったら負けだと思っていいんじゃないですか。株式投資というのは自分との戦いね、になりますので、いかに自分のメンタルをコントロールするかと。これが非常に大事になります。なので、自分の感情は自分でちゃんと抑え込むってことが非常に大事ですね。むしろ急落暴落になればなるほど自分のゾーンに入って冷静になっていくぐらいになると一番いいですよね。逆にカッカしたりとか、もうイライラしたりとかしてしまうと正直な話ですよ。ギャンブルと変わらないので、そういった場合はね、ギャンブル依存症的な発症方法発症例と変わらないので、まあ投資は向いてないという判断をしてもいいんじゃないかなと思いますね。なるべくそういう場合は冷静になると、ゾーンに入っていく自分をしっかりと確かめるということが非常に大事になりますね。で、僕なんか急落暴落になればなるほど無口になって、より冷静になっていきますよね。より鋭利になるように自分を演出するっていうことに近いですかね。もちろん自分だって肩がね、枷が外れればね、ドキドキしたりとか焦ったりとかカッカしたりとかしそうになりますけども、あえてその冷静な自分を演じるということですかね。まあそういう形で自分自身に打ち勝とうとするということが非常に大事ですし、まあゾーンっていう考え方ですけども、結局相場で大きく勝って、生き残っていこうと思ったら、まず自分自身に勝たないとダメなのでね。そういった意味では、そういった感情コントロール、メンタルコントロールというものをしっかりと学んでいくということが非常に大事になるんじゃないかなと思います。で、5つ目ですね。こちらの5つ目がですね、一つのメディアの情報に偏るっていう、これもね、やっぱり良くないですよね。もちろん、この人とこの人とこの人とかね、この人にまあ信奉してついていくんだっていうのは別にいいですよ。まあそれは皆さんそれぞれ個人の自由なんですけども、まあ一つの情報、一つのメディアとかね、そこに縛られてしまって、かえってね、まあ偏屈になってしまう、主観的になってしまうとか、自由な発想ができなくなってしまうっていうのは良くないですよね。まあ特にこういう時っていうのは、まあメディアもね、大きく煽ってくるでしょうと。まあそれは個人もそうですし、まあいろんなツイッターとかブログとか YouTube も含めてそうだと思います。まあもちろんそれらをね、広く、まあ信じていくっていうのは一つのメディアを信じていくってことは大事ですけども、その真逆な意見はどうかなとかね。それとはまた別の意見はどのような形で考えてるんだろうって、あえて、まあ左右に自分のポジションを振ってみる、まあピポッとしてみるって考え方ですよね。マーケティングではピポットって言いますけども、あえてこの自分の、例えば自分もこう思ってると。で、自分が信奉している人もこういうふうに言ってると。でももしかしたらそれとは違う考え方、意見というものを聞いてみたら、第三者的なね、立ち位置でものを考えられるかもしれないと。あえて軸足をずらしてみて、こっち側の意見も収集してみるっていうことをすると、非常にね、逆にその主観的ではなくて客観的な思考ができるようになっていくんじゃないかなと。これがメタ思考。よりね、神の視点に近づける一つの方法なんじゃないかなと思いますね。僕なんかはまあ YouTuber さんだけで言えば、まあ本当にたくさんの YouTuber さんから、まあこういう時は情報を収集したりとかしますね。まあ大体に言ってることを言ってる場合が多いんですけども、まあたくさんの情報をシャワーのように浴びるってことをよく僕は社員に言いますけども、シャワーのように浴びるっていうのは一つ一つは別に軽くていいけども、とにかく浴び続けることによって、ふとね、ひらめきのように何かしらの新しい知見、視座、とかね、視点が生まれてくる可能性ってあるんですよ。これなぜかというと、結局直感とかひらめきっていうのは、たくさんの大量の情報のデータベースの一瞬のひらめきなんですよね。たくさんの情報のデータベースがあるからこそ、そこが融合されて昇華っていうんですけどね、昇華されて大きな一つのひらめき、鋭いひらめきになることが多いんですよね。なので脳科学的に考えるとね。なので、たくさんの情報を浴びるっていうのは悪いことじゃないと思います。特にこういった時はね。なので、逆にその逆が一つのメディアの情報に偏ってしまうと。そこだけを信奉してしまうと。で、それでね、間違って大きく崩れたとしても、その情報がね、その出所がね、別にその人は責任取ってくれないので、やっぱり自分の自己責任ということを考えると、たくさんの情報から収集した方が、まあ、よりメタ思考につながるんじゃないかなと思いますね。で、6つ目、認ですね。これが、相場の損を相場ですぐに取り返そうとすると。まあ、これも良くないですよね。やっぱり相場の損をね、急いで相場から取り返そう。絶対取り返すんだと思ってしまうというのは、これ感情的に、もう感情に支配されていると同じなので、まあ、こうなってしまったら、まあ、負けやすくなりますし、逆に任せやすくなりますよね。まあ、そういう人を目の前にしたら、まあ僕はもし仮にね、1対1でワンツーマンに戦ってる、まるでデュエルのようなね、相場の戦いだったら、もう簡単ですよね、その人を任せるのはね。それはまあ将軍でもそうですよ。まあね、一気に攻めて、引けばいいだけですからね、引いて逃げてるようなふりをすれば、おそらくこういう人は大体追ってくるんですよ。うわ、来たぞ、みたいな。逃げたぞ、みたいな。おえみたいな。手柄だ。手柄を一人攻めしよう、みたいなね。まあ大体こういうの2世の多いんですけど、で、こっちにね、追ってくるところを逃げてるところを、強撃ですよ。もう一瞬ですよ、こういうのは。でもこういうの自分でコントロールできないから、早いですよね。こういう将軍を任すっていうのはね。で、なぜかというと、こういう人いるんですけども、結局、自分の感情をコントロールできていないっていうことになりますよね。で、これはまあここでもつながりますけども、結局やっぱり自分の感情をコントロールできないと相場に飲まれちゃいますし、他人と戦ってますからね。他人にその、なんて言いますかね、感情をうまく利用されちゃいますよね。こういった感情をね。それは良くないと思いますので、まあ皆さんもね、株忍者として今修行してるんであれば、やっぱまずは、自分で自分の感情をコントロールする。そして最大の敵は自分なんだということを認識するということですよね。まあこういった形で、まあ今日はね、暴落、急落相場でのやってはいけないベスト6ということで話させていただきましたが、まあ今後もね、まあ僕もあとはこういった形で1日1、2冊の方を必ず読んでいますので、まあ大体年間で、まあ500、少なくとも500から1000ぐらいはね、本を読んでいます。そうした中で、まあ気になった、まあ皆さんのね、役に立ちそうな情報っていうのを、まあ資産運用、まあ、株式投資、それ以外にもスキルとかね、キャリアとかにつながるような、まあ、話であれば、こういった形でまとめてね、まあ、その話していきたいなと思っております。そのエッセンスをまとめた形でね、と思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。それでは今日は以上です。高速で、GO!